街を歩いているといろいろな道路標識が立っているよね。君はどれだけ知っているかな？トミカ交通標識クイズ。まずは最初の問題だよ。大きな道路などに立っているこの標識の意味がわかるかな？次の2つの中から選んでね。車がいなくなったら急いで渡ろう。2. 歩く人はこの道路を渡ってはいけません。答えは、そう、 2. の歩く人はこの道路を渡ってはいけませんだね。標識に渡るなって書いてあるから簡単だったかな。道路を渡るときは必ず横断歩道を渡ろうね。トミカで遊ぼう。次の問題だよ。この標識の意味はわかるかな。次の2つの中から選んでね。1. 車だけ一度止まってから進む。車やオートバイ、自転車などの乗り物は一度止まって安全を確認してから進む。答えは、2. 車やオートバイ、自転車などの乗り物は一度止まって安全を確認してから進むだよ。みんなも自転車に乗っているときにこの標識があったら一度止まって安全を確認してから進もうね。